こんにちは、いかがお過ごしですか？最近、マスコミに嗅ぎつけられず、電撃婚というニュースが増えていますね。スカーレットの時、とてもいい雰囲気でした。でも、まさかね、ですよね。お二人ともあまり変な噂も耳にしないし、真面目そうだし、とてもお似合いだと思います。とてもいい家庭が、築けそうな気がします。そう思っている人は、私だけでは、ないようです。ドラマや映画だけでなく、生活に支障のない程度の、ほっこりしたニュースででも、幸せのお裾分けをいただけたら嬉しいなと思います。林遣都と、大島優子が結婚へ。朝ドラ、スカーレット共演で急接近。極秘交際徹底。おうちデートで気づかれず。俳優の林遣都、30、と、元 AKB48 で女優の大島優子、32、が、近く結婚することが、28日、分かった。交際期間は約、1年。NHK 連続テレビ小説、スカーレットの共演で距離を縮めた。一度も交際が報じられていない、売れっ子同士の電撃婚。東京五輪のメダルラッシュで沸く日本に驚きが、広がりそうだ。16歳でデビューし、演技派へと成長した林と、トップアイドルから人気女優への華麗なる転身を果たした大島。国民的な知名度を誇る二人が密かに愛を育み、近く結婚する。二人は、2012年公開の映画、闇金牛島くんで共演。林は当時、AKB48 メンバーの中で大島が推しメンと明かしていた。その後は友人関係が続いたが、急接近するきっかけになったのが、スカーレットでの共演。二人はヒロインの幼馴染役を演じ、一年近くにわたる長丁場の撮影で多くの時間を共にした。これと前後して撮影が、行われたフジテレビ。教場でも共演し距離を縮めた。二人をよく知る、芸能関係者は、シャイで人見知りな林さんと、誰とでも打ち解けるフランクな大島さん。性格は真逆なんですが、波長が合うようですごくお似合いのカップル。大島さんは、2歳年下の林さんの作品や演技に真摯に向き合う姿勢を尊敬し、惹かれていったそうです。と語る。交際は、スカーレット撮影終了後の昨年夏頃にスタート。仕事関係者に迷惑をかけたくないとの思いがあって、人の目に触れない極秘交際を徹底。自宅などでのデートを重ねてきた。二人はすでに互いの親への挨拶を済ませ、ごく親しい仕事関係者や友人には、結婚を報告している。テレビ朝日、オッサンズラブや、TBS、ドラゴン桜など、話題作に立て続けに出演している林は現在、主演映画、犬部が公開中。今後も多数の出演作が控えている。一方、大島は出演する配信ドラマ、上下関係のキャンペーン中。互いの仕事が一段落したタイミングで婚姻届を提出し、同居生活をスタートさせる。東京五輪のメダルラッシュで盛り上がる日本列島。その中でも、二人の電撃婚は、大きな話題になりそうで、どんな報告があるか注目される。林遣都。1990年、平成2年、12月、6日生まれ、滋賀県出身の、30歳。中3の修学旅行中に東京でスカウトされ芸能界入り。07年に主演映画、バッテリーでデビューし、第81回、キネマ旬報。ベスト10の日本映画新人男優賞を受賞。出演作にドラマ、オッサンズラブ、ドラゴン桜、映画、シャボン玉、ハイ&ローシリーズ、など、1m73、血液型O。大島優子。1988年、昭和63年、10月、17日生まれ、栃木県出身の、32歳。子役として活動し、06年に AKB48 に2期生として加入。選抜総選挙では、10年と12年に1位。14年にグループを卒業し、女優に転身。出
出演作にドラマ、やめごく、ヤクザやめていただきます、映画、神の月、明日の食卓、など、17年に、約、1年間、米国に語学留学した。1メートル52、血液型B。